始まった。始まった。今日はなんと、なんと、国営ひたち海浜公園に行ってきまーす。イエーイ。でもこんな遠く行くの初めてだよね。そうだね。今日は結構気合い入れてドライブって、ね、こんな片道2時間だよ。やばくない？やばい。でもさ、まあね、うちらほんと運転結構楽しいって感じだから。そうなのよ。楽しんで行こうよみたいな感じだよね。まあ、2時間だから1時間1時間交代しようかなっていう感じで、まずはリコが運転してくれてます。またなんか次多分サービスエリア着いたくらいに撮ろうかな。そうなんですよ。じゃあちょっと行ってきます。行ってきます。モリアのパーキングエリアです。一旦入ってみよう。広っ。ねっ、フードコートや。なんかさ、やばい、懐かしい。こういうフードコート、なんか地元にめっちゃあったわ。お好み焼きとかなんか串焼きうまそう。マイセンある。あ、焼肉トラジーとかすごい、なんか聞いたことのあるような。でもあの辺じゃない？あの辺は多分なんか、あ、そうだね、持って帰れたりとか。みたらしときな粉。うわー、ゴミ箱つけな、うん、頑張る。いいね。いや、このみたらしやばい。光沢えぐい。光沢えぐいね。やばい、これ。食品サンプルみたいだよ。もう箸で。これちょっと本当にやばいから。やばい、ちょっとあの、袋先を探せ。譲るわ、とは。何を、え、これさ、おいきなこがついてるってことだよね。え、ほんと？え、そういうこと？うわー。あ、ちょっとなんか、お味噌。え、ほんとに、お味噌きなこ。いただきます。ねえ、やっぱりなんか落ちようとしてて、これ。うん。うん。え、何がすごいって、出来たばっかみたい。もっちもち。それすごい。え、これ、ね、一口でいった方がいいやつ。詰まる？え、いけるよ。全然。行ってきまーす。行ってらっしゃい。楽しんできて。え、めっちゃ美味しいよね。え、超柔らかくない？うん、うん。え、今出来たての味してるよね。うん、めっちゃすごいね。ちょっと粗めの餅じゃない？ね、うん、米感がまだ残ってるお餅。うん、うん、うん、やばいこれ。え、すごいね、このお餅ね。これやばい。うん、出るよ。西ゲートって向こうに矢印書いてあるから多分向こうで、なるべく向こうの方に止めた方がいいんだと思う。なるべく近い方行っちゃおう。え、でもなんか歩いていく人みんな向こうに向かってんのは何？気のせいだよね。帰ってる、帰ってる人だよね、多分ね。え、じゃあここ隣でいいかな。うん、隣いいんじゃない。ちょいと駐車闇。あ、でもよくない？もうちょっとこっち行っちゃってやろうか。オッケー、よし、到着、到着、イエーイ、イエーイ。向かいます、向かいます。はい、時間の方が4時30分までのお貸し出しとなります。で、今ハンデの絶対乗りは一台帰ってきたので、普通の一人乗りなのかハンデの絶対乗りするのか、値段がちょっと上がるのか電動自転車かお選びいただきます。二人乗りしよう。二人乗りでこちらの先輩で二人乗りです。コキア、さっきここコキアだったよね。え、じゃあもうここら辺コキアなんじゃない？じゃあちゃんとコキアに向かってることは向かってるのかもしれない。
オッケーオッケー。じゃあ一旦とりあえず標高高くなってるからこれやっぱ山だ。本当に本当にマジマジマジ今標高何メートルって書いてあった。うちらとにかく 山道を走るってことね。つまりはすごい。わあ、行くよ。はい、行きます。ラッシー、え、干し芋ジェラートも美味しそうだけど、え、クマさんのカステラ、え、普通にほらだってすごい。しっかりさ屋台飯だね。さつまいも、うわ、え、さつまいもソフト絶対美味しい、ね。こう下がコキヤくんだよ。これはおんぶしてるんだよ。でもさ、これあれだよね、茨城のなんか果物のラッシー。そう、ラッシー、柚子とブルーベリーと、これは上陸牛で合ってんのかな。多分上、でも茨城のブランド 牛、上陸牛ステーキ丼。やばい、光ってる光ってるね。光ってる、絶対おいしい。いただきます。じゃあいただきます。いや、これよくかき混ぜてだって。そうだよ、ラッシーはそうだよ。ラッシーとかあのインド料理とかでしか飲んだことない。わかる、まあ、カレーとラッシーが定番で、ね、いただきます。はい、美味しそうですね。めっちゃ美味しい、超濃厚。うん、うん、美味しい、濃厚、めっちゃ美味しい、濃厚です、めっちゃ。いただきます。え、肉からいった？うん、うん、うまいわ。うわ、うま、うん、お米っておいしい。きれい。あ、すごい、めっちゃきれい、やばいね。ねえ、見て、やばい。最高のロケーションです。やばいやばい、かわいいコキア、初めて見たって子。コキアというものを初めて見たよ。映えすぎ。いや、日本ですか。え、本当に日本ですかって感じだよね。やばい、えぐない、これすごない。めっちゃいいね、めっちゃいい。じゃあ、あ、うまっ、あ、うまっ、うん、いちごりんごの和紅茶です。はい、美味しい。これやばいよね。これやばい。なんだっけ、スイートポテトのチーズケーキ。もう日本人が好きなものここに集まってるやん。おいしい。やばい、これ神コラボ、やばい、伝説です。ここで伝説した。伝説来た。今までの人生で伝説残す。スイートポテト強いかなって思ってたけど、抹茶ケーキもちゃんと、うん、するわ。もう私やばい、うん、もうやばい。このカメラは、うん、これもあと4分くらいしか撮れん。もうだからもう割と、じゃあ、じゃあまた次のシーンで。はい、よし、ということで今はもういろいろ終えて5時、かれこれもう5時。え、やばいよね、だいぶいたよね。いや、本当だ、5時だね。本当に早い。まあ多分 2時間くらいしかいないよねって思ってたんだけど、うん、マジであっという間に、うん、多分4時間くらいいたね。しかも全部回れなかったから、本当にあの本当に回りたい人はマジで朝一、朝から行くのがおすすめ、おすすめです。あと電チャリがおすすめです。楽しい、2人乗りめっちゃ楽しいけど、だいぶあれ疲れるから。10月でも汗かくぐらい結構部活でした。いや本当に、だから、まあ、めっちゃ楽しかったね。うん、いや本当にいいよ、あの運転ドライブでめちゃめちゃおすすめ、うん、ここドライブでしか来れないよね、うん、だから皆さんもぜひ今の季節本当にいいので。綺麗だったコキア、うん、まあ、夏とかも綺麗だと思うけど、うん、秋はすごく綺麗でした。楽しかったです。はい、じゃあバイバーイ。バイバーイ。
重に恋して一重に愛して可愛い口は